ウルトラマンのショートパッケージでやったこともあるでしょ。そうですね、びっくりしましたね。今じゃ考えられませんよ。じゃあ私ともウルトラマン兄弟ですね。そうですね。でウルトラマンのがね人気あるんですよ。ね、お客さん、あの要するにガキ、あ、ガキじゃない、子供さんですか。子供さんですよ。子供さんたちですからね、ウルトラマンの時異常に盛り上がるんですよね。で僕らウルトラマンは人気ありますからね。でなんかこうシャーッとやってるんですよ、うん、で僕が出てくるんですよ、こうやってやって、うん、次はアルフィーです、とみんな潮が引くようにって言うんですか、引き潮、あー終わった終わったみたいな感じで、でも2、3人こうっていうか、まあ5、6人から残ってるんですね、子供はね、子供さんたち、うんうん、そのそいつらがさ、そのガキ、あの子供が登ってくるんですよね。ステージに、うん、でこう歌ってんのにね、失礼に結構 しっとりした歌歌ってるんですよ、うんうん、バラード系をとか、ちょっと足引っ張って何じゃん、何やってんのとかね、初めはしょうがないですよ。もう俺なんか全然アーティストでもないですけど、うん、やっぱりフリーになりたての頃とか、やっぱり、うん、あのスーパーのね、うん、大連売の会場の一角に紅白の横断幕張って、そこでトークショーみたいなのあるんですよ。へえ。でほとんど奥様方は買い物してますから、大連売で、うん、だから聞いちゃいないんですよ。聞いちゃいない。で危ないおじさんとかが衣装日持って、とかやってるんですよ。いますね、たまに ね, ね, ね、そういう人っていいじゃないですか、うん、左手にメロンパン持って右手に酒持ってるみたいな危ない人、うん、って何言ってんの、分かんないって言って、でそういう 2,3 人の客前にして一生懸命喋って、一応でもね、こう喋り手の坂で落とそうとするわけですよ、話を、うん、でここでこうなって、おじさんこうなって、こうなった時にかってここで決めるぞと思った時に、奥様ただいま電気釜2780円の大特価大特価セール中とか言って入るから、つらいです。全然俺の声なんか聞こえやしないよ。つらいですね、それも。もう1時間半ぐらいそれでぶっ続け喋るってのはつらいものなんですよね。僕らもね、そのデパートの屋上じゃないですけどね、うん、長野のですね、アパートじゃん、デパートがあったんですよ、うん、デパートとアパート、そら、いや下積みでもアパートじゃん。似てました、はい、似てました。で、こう、やっぱ横断幕ね、やった貼って、うん、アルフィーショー、アルフィーショー5日間ぐらいあったんですよ、ぶっ続けて、ぶっ続けて、はい、長野ファイブデイズ、ファイブデイズ、うん、そうすると屋上なんですけどね、その日の1日だけ、坂崎だけ、あの仕事があって、うん、DJ とかやってましたから、うん、勝っちゃったんですよ、うん、で2人でやるんですか、桜井と2人で、ベースとギターの、もうビリーバンバンみたいな。ただね、司会はやっぱりこの坂崎でしたから、うん、話うまいです、ね。MC は、うん、MC は、うん、僕ら2人残された2人はですね、うん、どっちがどう言ってもね、黙ってるだけですからね。まあ桜井がやりましたけど、うん、その時は、うん、やっぱり子供なんですよ。この両サイドに乗り物があるんですよ。こう10円入れて5個ぐらい。まずいですね。こっちが一生懸命歌ってるのにですね、お母さんとかお母さんとか来てね、はい、どんなこうなんですか、フィーパーパーパーそこで愛の歌を歌うなって、それは辛いですね。やはりなんかだから、その時は言いました、うん、すいませんお母さん、うん、あと5分我慢してください、もうすぐ終わりますからすぐ終わりますから、今歌ってますから、終わるまでちょっと乗せないでください、うん、はあ、ちょっとそんで悲しかったですよ、ね、悲しいですよね、ちょっと悲しい、それは、はあ、またお母さんそれ冷たいですね、冷たいです ね, ねやっぱり子供乗りたいですからね、ああそっちの方が優先して優先しちゃうという、うん、やはりね、そうやっていろんな事件が悲しいことは、まあ、悲しいのはあったと、まあ3億円事件というのがありますよね、あれのシングルを出すはずだったんですよ、あのパロディーソングで、へえ、3億円事件があったってのはだいぶ昔だけど、時効に合わせて、うん、12月10日だと思うんですけどね、その時のそれをまあパロディですけどね、うん、このスーパースターにして、その3億円事件の犯人、うんうんうん、みんなで分けようね、3億円っていう歌を出そうとしたんですよ、うん、これも僕らの曲じゃないんですけどね、でそれが急にやっぱりね、やっぱりああいう歌を出して、まだパロディがあまり浸透してないですから、うん、世の中に、うん、発売中止食らっちゃったんですよ、うん、急に、うん、それからその時、まあ、全然こちらの了解もなく、うん、突然やっぱりこう会社のいろいろこうレコード会社とか分かんないですけどね、うん、その辺は、うん、その時怒りましたね、やっぱりさすがに、ああもう出すつもりになってたのに、で一生懸命それもやってましたからね、ツアーでいろいろと、うん、で急にやっぱり自分でオリジナルを持っていないっていうんですか、うん、そこにガンと、やっぱり自分でオリジナルを持っていないっていう寂しさと悔しさっていうんですか、うんうん、悔しさですね、うん、それが怒りになってしまって、別にこの会社に怒るんじゃなくて自分自身に対して、うん、
ちょっと情けないみたいな、情けないなみたいなことだね、うん、いくらバックでいいステージやっていいギター弾いても、うん、スポットライトは僕に当たらないし、うん、ギターには当たるけど、うん、僕らのもんでもないという、うん、だからそういうことが何度も積み重なってきっかけとしてそういった事件が、まあ、今と思えばねすごく良かったと思うんですけどね、うん、なるほど。それから猛烈に自分で曲を作ることに専念しちゃったんですよ。はあ、やっぱり何かあるんですね。お酒作りましょうか。あ、ちょっとこの娘に、なんか急にママになっちゃう。さっきたくさんね多めに入れたんですよ、これな、もしかしたらそのままロックで入れてません？進めてください。なんかお店の癖でたくさん多めに継ぐようになって。あ、水入れてない、いや入れましたよ。急になんか酔いが回ってますよね。本当よからないこと喋りそうですよね。これぐらいですか？それ濃すぎるよ。濃すぎるよこれ。あ、そう。これにじゃあ荒川さん、あ、そう、北海道でヤンシュが酒盛りやってんじゃないですか。そうですか。ちょっと薄めていただけますか。じゃあお水入れましょう。あのペリエの、ペリエ、ペリエですね。生意気なんですよ、生意気ですね。今回あのイズムというソロアルバムは、はい、1ヶ月以上のロンドンレコーディングで、はい、仕上げてきた初めてのソロアルバムですから、ね、はい、これがもう、うん、これが決まりですよね。この雰囲気がフランス映画のようですね、うん、ああそうか、ね、あのロンドンで2人だけでレバノン料理っていうのを食いに行ったことあるんですよ。あ、そう、仲いいでしょ、いろんなとこ食いに行って。レバノン料理ね。おお、高橋さん、このレバノン料理っていうのは結構乗るな、食ってて言ったら、おお、レバノンノンとかすぐ言うんですよ。それで金払うと思ったら、俺はポンド紙幣がなかったんですよね。で、おお、俺ポンド持ってないと、彼も持ってどうしようかっつったら、あの上田さん、金払いたいんだけどポンドにしてとか平気で言うんですよ。そういう、いや、あのダジャレを本当、ええ、でもね、ずっと言ってると結構面白くなってくるんですよ。あ、ちょっと我慢してると我慢我慢してます、やっぱり。してない、してない。時間にルーズですからね。よく言うよ、本当。ゲストだからって言っといて自分も言ってるじゃないですか。いや、すごい、もう几帳面だもん、時間のルーズさは。お互いすごい几帳面に遅れる。ごめん高見さん、ごめん。もう普通車が混んでる時じゃない、うん、電車が混んでてさとかね、わけのわかんない、電車混んでますよ普通。いや、そんなこと言わないですよ。彼はもっとロマンチックですから。あ、そう、星座のテラスでちょっと自分を見つめてたら。そんなこと言わないよ。古田さんと待ち合わせしてて。そう、で、鏡さん遅いよ、20分さ。ごめん、青春の日だまりが僕の足を止めたとか。いや、やっぱ詩人ですよね。やっぱり作家は違う。そんなこと言ってないですよ。すごいよ、20分。北原白秋みたいなこと言ってるんですよ。北原白秋みたいな。本当です。白秋。君との友情。ダメだね、これ。言うと思ったらやめなさいよ、それ。もう、受けないこと。お父さんは、お父さん、受けないこと。面と向かってよく言いますよ、花さん。一応この人はもうファン多いんですから気遣った。ちょっと赤さん刺されますよ、街歩いてたら。